僕たちがやりたかったクライミングってこれなんですか？こんにちは。こんにちは。おまです。めちです。そうたです。まあいつも言うね。今日もね、YouTube 撮っていきたいと思うんですけど、まあそうたがいるってことはセット会です。おお。恒例のね。恒例の。まあそうちゃん課題面白いから。今日も課題面白いし、人も面白いし、イケメンだし。イケメンっていう。悪いとこないけど大丈夫ですかそれ？全くない。全くない。はい。ということで今回はこのホールドで。じゃん、じゃん、課題を引いていきます。これが、はい、これはモノシリーズですね、はい、スクワドラのモノ、スクワドラのモノ、はい、でこれがブルーピルのドープのデュアルじゃないのシリーズです。これなんだっけ、ゼロだっけ、ゼロ、うん、軽っゼロ、はい、ということでちょっとまだ日本ではまだ全然売ってないものなんですけど、あのベースキャンプさんに安く買わせてもらったのでこのホールドを使ってかっこいい課題を引いていきたいと思います。よし、よし、じゃあ早速いきます、はい、イエイ。軽く紹介していきますか。はい。まずこのドープ、このドープにはね、デュアルテクスチャーとデュアルじゃない方があるんですけど、うん、本当は僕もデュアルが欲しかったんですけど、ちょっとまだ日本に入ってないということで今回は DT じゃない方でいきます、はい、なんか今回髪短くなったね、うん、ツンツンにしました。ちょっと、はい、女受けよりも爽やかさ、あの男受けを、はい、いいっすね。まあそんなことよりもこれがドープは結構このこういう超ジャグなものからこういう超スローパー、うん、なんかあとは結構このこれいいよね、指先のこのエッジ、うん、マクロなんだけどエッジがあるようなシェイプがあるんで、もう本当にどの傾斜でもいけるかなっていうのはあるんですけど、ここの壁だったらまあこの強傾斜で真っ向かあっちの水壁っぽいところでコーディネーションするかちょっと迷いますね、うん、おい次ゼロ、これもいいホールドですよ。これはなんかこうなんだろう、ザ・現代ホールド、まあ確かに、ね、ソータはスローパー得意だっけ、確かに大好き、90、いやこれ結構いいの作れるんじゃないですか、人間が持つものじゃないものもあってます。わかる、まあ、傾斜で引いたら本当に2段以上みたいな課題ができる、うん、超外傾してるから貼るだけで2段だからね、うん、まあスラブも使いやすいだろう、確かにこれなんかスラブいけそうっすね、まあ、足でこう挟む感じも逆にこう挟まる感じもできるし、まああとボテで浮かせるとかね、で遠隔してるシリーズもあるけど結構なんていうの、こじ面が奥っていうか、うん確かに、もう結構これは好きなんでね、そうなんかだから困ってますね、ちょっと浮いてくるこじが、確かに嫌いじゃない、得意不得意めっちゃ分かれる、価値が得意な人は苦手かも。あれ、トマさん。はい。四個しかないですか。金銭事情に。あの時ね、多分いくら分買おうみたいな。いくらでしょ。いやちょっと値段を振ってもらって。FPA、ダイナミックムーブとか、プ、うん、ッシュ系とか、あとは結構ゴールとか、うん、使われる系かなと思ったから、なんか間で使うってよりはこう、まあ、鳥先とか飛ぶ前の。でもこれ気持ちいい、 気持ちいい、え、実際どうします、青はさすがにツートンとかで作ります、これは無理、これだけじゃ、しかもスクワドラの青持ってないもんね、他の、いや、なんでこれはまあ他のブランドをちょっと入れつつ、うん、こいつが目立つよ、うん、よし、早速やっていきましょう、行くぞ、うん、完成しました、無事、まあ、完成というかできるかは知らないとりあえず貼り終えた、ちょっと怪しい、一番怪しいの何、黒、意外と黄色な気がする、黄色の怪しいまずさ、あれ靴で踏めんのか、うん、ちょっと夢見て、ちょっと誰か裸足になるかもしれない、そうですね、もしかしたら、まあ、とりあえず相当いい課題できる、ね、全体的に、うん、もうね、いい感じ、すごい疲れたいつも言ってる気がする、いつも疲れてるから、うん、すっごい疲れた、休憩して、ウォーミングアップして、ちょっとチャレンジしてみます。よし、やりましょう。
ションゴールへ。はい、こちら何ですか。これはモノホールドと、まあ、他のメーカーを組み合わせて作った、はい、黒と青のコントラストになっております。見たまんま、もう スタートプッシュしてガスト持って、回ってブブできてブンブンで、ブーンって飛んでブン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 、ゴールできるかな。まあゴールと、コントみたいになってんじゃん。みんな絶対準備したいから僕がめっちゃ近い。あれ、あ、やばいやばいやばい。じゃあ、あ、手出せない。まあこのね、お尻ムーブは私たちが流行ってたんだけど、知らないけど。いや、これコンペだ、やりたくない。めっちゃ恥ずかしいんだけど、こんなの。いいよ。BP の、はい、ドープで構成された形ですね、はい、ガダから、はい、ここ、はいはいはい、でスイングしてパンパン、はい、パンパン、はい、着地、はい、足ドン、おー、ワンムーワンムー。壁の、待って、距離おかしくない？ウィーク何メーチある、そっちまで。うまいね。やばい、近そうだ、近そうだ、そう、なんかもう、俺たち
振りをちょっとチェックしよう。これはもう足が全部ツルツル。これでさえ悪いゼロを逆さまにしてます。でこの壁85度なんで、まあ裸足ではいけるかなっていう。逆にね、靴でどうか。え、これムーブは？スタートスイングして、ブーン、パン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 。おかしいだろ。Only two move。頑張ります。ナイス。顔痛いし。ふぅ、確かに面積だ。僕たちがやりたかったクライミングってこれなんですか？これが Y3K 3000年のクライミングです。今この価格で若干外映ってるけどさ、うん、昼間からあんな明るい時間から始めてもすげえ外暗くない？頑張りすぎじゃない？さすがに全部もうプロジェクトに近かった結構、うん、まあうちのエース、茨城のエース、茨城野口家のエース、日本、ああ、はい、まあ、空ともいるけど野口家のエースが2冠、3冠全部登ってくれて、すごい、普通にやばい。休んでる時、トマオくんこれから真面目な動画めっちゃ上げてくとか言った一発目これですよ。これから本気のクライミング上げてきたいよ。そうそうそう、エロクライミングだ。めっちゃ語った直後にこれ果たし、あのジムでやるときはやっぱトライごとに除菌シートで拭いてもらって、はい、ということで3本無事終わりました。3本本当に3本、3本、まあ、6時間ぐらいかかったんですけど、もうちょいかかってるかも、うん、そんぐらいか。でもこれ今撮影がプラハ前でちょっとコンペっぽい、まあ、決勝っぽい動きかな。そうですね、相当、うん、まあ、動き良かったですね。これが練習できたしプロモーションもできたし、うん、いい動画になったと。間違いない。いや本当にこのボールを使って課題作ってって言われた時に4個しかない時とか、うん、同じシェイプしかない時どうしようかなと思ったけど、こんな面白くできる。いや意外といけました。いい課題できましたね。うん、いや本当に面白かったね。ちょっと一般ジムでこの課題が作れるかどうかは別として、面白いボールですよっていう、こんな使い方もできるんだよっていう、はい、うん、デュアルテクスチャーのボールドは使い、なんかあんなでかいくせに片方しか使えないとか言われてるけど、うん、使います、両方使います。なんならだって表使ってないですよ今回。取り先以外表使ってないんで、はい、まあ、ホールドはどんな使い方もできるし無限大なんで、まあ、とりあえず今日も楽しいクライミングをみんなに届けることができてます。面白かった方はいいねとチャンネル登録よろしくお願いします。高評価もお願いします。またね、バイバーイ。